じゃあ店長すいません、このドアを開けて先に行っていいですよね。ありがとうございます。じゃあ、はい、あ、開けてください。はい、どうぞ。はい。ここ行くと外に行くって感じなのかな。玄関ですね。あ、玄関ですね。あの民宿をやられたということで、とりあえず、はい、あ、そうか、映ってもいいよみたいな、そうなんですね、話はね、いただいてるんですよね、はい、街道で、あ、民宿やってないけど、まあ、今年のやつになってますね。そうですね、はい、え、やってない、いや、普通に住んでるのかな、これじゃないですかね。こう進んでいいと言われてるんで、はい、言われているんで、こうドアがあって、はい、ここに進むんですよ。進む。ここはね、店主のゲーム部屋ということでね。ここはまあ荷物とかなんですかね。2階がありますけど。はい、まあ、ここも。ああ、開きますね、ここもね。開いちゃうケースね。え？どこで待ってるの？して。こういう感じになってですね。さあ。あ、なんか DVD とかですね、ここはね。これなんだろう、あ、ゲ、あ、DVD のフォルダみたいなですね。で、ここに来ると、じゃあ見ないでここにも、あ、ここにもあるね、ゲームね。ここあるんです。半分もいってないのかな。はい、見させていただいているんです。あ、これケースですね。あれあれだ、中ソフトだけだ、中身、うん、こんな感じで、うんうんうん、ここは何ですか、ゲームの機種でいうと。はい、あ、だから、あ、いいか、これはさすがに箱のみだったら欲しかったりするんで。逆ですよね、今のディスクのみですもんね。そうですね、のみで、その基板気になるんですか。一つだけ分かりましたね。何、3枚 ?3 枚あって、これは、うん、あ、このカップのクイズですね。あとで考えましょう、はい、で、その後2枚は何なんですか。あと2枚はね、どこがメーカーなんですか。ここはメーカーのシールなんですよね、多分ね。何か分からない、パッとは、パッと見分からないんですよね。ちょっとね、大きく読めたらいいんですけど、ね、ですね、はい、それが読めるとわかるんですけどね、うん、え、でもこの基板は買っていくんですか。え、でもよくわからないの、これ予算はいくらでいくんですか。1000円とかですかね、1枚ここに出しておいて、後で相談しましょうみたいな。なんで基板があるのね。で、このドアの向こうも行っていいってことなんでね。はい、行っちゃっていいんですか。ちょっと行かせていただきます。どこだったんですよね。あ、来ましたね。いや、ここやばいですよ、マジで。本当にいろいろやばいんですよ。まあ、ここは本館。ん、何、懐かしのエッチ写真秘蔵東集で、こっち行くとここにもあるんですよ。こうあるんですよね、ハミスタとかの PS1。 この辺とかなんだろう。ああ、ちょっと個人的なものも入ってるな。生活感もありますもんね。そうですね、これをどかすとこにありますね。おお、結構ありますね、来てますね。箱のみっていうのも結構ありますね。店主も言われてましたけど、一応思ったら、これバジョの箱だけですね。まあまあ、まあ、一応言っときますか。まあその辺は残しておきますか、いつものメンバーの。はい、それは本当にレギュラーというか、よくあの選抜サイトですね。そうそうですね、はい、まあいい意味でね。ああ、なるほど、よく出会う方とおられたので、ちょっと、まあこうなってくるとやっぱドラゴン忍者ですよね、はい、ファミスタはちょっと置いておきますか。ハリスタも、あ、これは置いていく、置いていきましょう、はいはい、おお、すげえ、バーチャばっかだバーチャばっかだ、はい、イーストフリップルいただきます。で、イースト箱だけです。まあまあ、はい、信長と迷宮とウルトラクイズと、ここまでいってますね。それではお返ししましょうか。これがもう一本しましたが、どうしますか。なんかこの中に来てもやべえ新品とかないんですかね、さすがに。こうなんか生活感がありつつ、この段ボールゲームがありつつみたいな感じですかね。これはね、キアルディーサルがもう全部見たということでね。どこ見ました。ディーサルエルゴさん、スーファミ、ガンコン付き、箱なし、銃とカセットみたいな感じですか。そう、それ、あ、そう、箱が欲しいですね、本当はね。箱ですね。ゲームボーイ、競馬予想、箱。色あせ。色あせ。今こっち見てます。これもやべえもんな。このコントローラーとかもな、これ、かさばりすぎるんですよね。まあ、コントローラー僕らもいっぱい持ってますけど、レバーはね、邪魔になるんですよ。あ、ここにファミコンがある。ああ、本当だ。これもちょっとじゃあ、スーッとちょっと行かせていただきます。スーッと、スーガス。ほぼ全部サタン。サタンってでもいいのありません？いっぱいあるんですよ、本当にいっぱいあるんですけど、ほぼサタン。なんかカオスマンとかってランプがあるね。ああ、知らんの。何でしたっけ、パソコンじゃないですか。98、あ、そうか、システム作文のマークか。お、入ってきまして、よっよっ、またドアがあります。開けていいということなんで開けます。うわ、まだある、ハミとかあるじゃないですか。
そっち側があるんで。やばいっすね、これは。そうだ、ここの部屋でここはまだあるんすよ、こうあるんすよね、これやばいことに。おー、やばい、ハミコンもここにもある。いや、ちょっとね、これね、バッテリーもない、取りすぎてバッテリーもない。はい、ここもまあ倉庫みたいな感じですけど、こっちはもうないだろうって言ってたんですけど、一応ちょっと見てみますね。これなんか工場なのかな、作業場みたいなところですけどね。あ、これはここにファミコンがまああったりするんですけど、パチンココントローラー結構ある。ラマだった、ガンコン、ちょっとこれぐらい。あ、サザンのコントローラー、可能性はありますけど、もうビデオ VHS が入ってますからね。ああ、この保管方法はちょっとうちに似てるものがあります。ありました。あ、一枚パッと開いたけど、ここに矢沢って書いてあるから。だってでも映写これ多分貴重じゃないですか、ある意味。まあ、ファンは多いでしょうね。うん、まあこれをね、見た方がこういうのが好きであれば、天使と交渉する手はあるんじゃないですか。めっちゃ古くない？何年って書いてあります？1982年。映写、これは天使の個人的な趣味ってことはありますか？うん、A ちゃん。あ、 A ちゃんね、一回もお会いしたことないのに A ちゃんって言いますからね。これでもあんまり当てにならないですよね。まあまあそうっすね、それは。なんとも言えないですよ、だって売れてるわけではないじゃないですか。売ってないからね。だから、あの、大体これが出てると思います。はい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 。あ、水曜これが増えてる。まあ、民宿をやってたみたいなんだね。もうここは映していいということなんですよ。ここは店長の部屋。すごいですね、人んちのなんというか来ちゃってるみたいな感じですよね、本当に。で、この店長の部屋、ここをちょっとね、後で聞いてみたいと思います。レジ前の方はこんな感じになっているということですね。そうです。今店長さんにどいてもらうというね、すいませんね、なんかね。店長さんの社員なんです、お姿は。そうですね、はい、声だけでという話、はい、お声だけなんで、はい、で、こっちに戻り、そっちにこの物体がいて、ね、エロがあって、ここから出ていくということですね。そうですね。もうね、ちょっと昼来て、もう夜に近くなってるんですよね、これ。この感じいいっすね、この感じね。失礼します。いい環境でやってますね。店長の修理部屋。そうですね、修理部屋ですね。え、じゃあその預かった PC とかここで修理する。あ、そうです。すごいモニターありますけど、奥見させてもらえるんですか。あ、いいですよ。じゃあちょっと、うん、このモニター、これは仕事のゲームなんですか。これから遊びのゲームです。ここでゲームやってるんですね。はい、なるほど。
でちょっと左手ちょっと見させていただきます。あ、これは仕事部屋じゃないですか、こっちも。なるほど。あ、だからこっち切ってて、こっちはゲーム、こっちは仕事してないですね。こっちは今度ゲームです。ここはじゃあ仕事終了部屋ですね。そうですね。あ、なるほど。なんかエナジードリンクがすげえ並んでるんですけど、これは飲みながらゲームをするみたいな。そうですね。ここでじゃあプライベートのゲームをされてるということで、今日はありがとうございました。まあ、はい、どうも。はい、ということでね、ファミコンバンクさんで購入したやつなんですけど、これがまず持てないぐらい重い。それと、あとまあ、こちらもそうですね。あとまあなんか色々とね、ついでにみたいなものってやつもあるんですよね。こういうケースとか。あとまあ新品系で言うとこっちのやつもそうですね。実際のところね。この辺とか。全部で36,000円ということでね。まあちょっとこれはもう全部広げる余力がないですね。余裕がないんですが、時間もなかったんでね、パーッと見ちゃったんで、新品買ったけどケースが割れてるとか、ちょっと見切れてない部分があるんで、どうなってるのかっていうのは後々ね、じっくり部屋で確認したいと思います。ファミコンバンクさんすごかったです。富士富士。この動画がいいと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ふにょ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 に